はい、皆さんこんにちは。今回も皆さんと一緒に写真とか機材とかあれこれといろいろ考えていきたいなと思っているんですが、春になってだいぶね、気候も良くなって、今年は本当に暖かいですよね。3月とは思えない陽気で、もう夏じゃないみたいなね、初夏じゃないみたいな、もう3月でもそんな感じですけど、4月に入ってね、これからもどうなるのか分かりませんけれども、結構ポカポカ陽気が続くので、写真撮りたいなっていうね、写欲がまたふつふつとこう湧いてきたりする時期なんですけれども、写真撮るにはやっぱりカメラとレンズが当然必要なわけで、レンズもね、皆さんいろいろこうどのレンズがいいのかな、あのレンズがいいのかな、また新しいレンズが発表されて、あれ欲しいななんて思ったりしてる今日この頃ではないでしょうか。はい、というわけで、僕もねレンズねいいなと思ってるのがね、あるんですよね。僕の持っている X マウントと E マウント、これの2つのマウントの中でそれぞれ1本ずつあるんですけれども、まず E マウント、こっちがねいいなと思ってるんですけど、純正でねこの前出たばっかり、これからかな注文は、もう始まってるのか、もう発売されてると思いますけど、純正のね、2070F4G ですね。これをなんかこの純正が出る前にね、タムロンから2040F2.8 っていうのが出てて、これいいじゃんみたいなね思っていたんですが、まあ、F2.8 の明るさは持っているものの、まあ、2040でね、40mm 止まりなので、まあ、広角がね 20mm ってこれとっても魅力なんですけど、2倍ズームいわゆるなので、ちょっといいかなみたいなね感じで自分の心を一貫を抑えたんですけど、純正やっぱりありますよね。 F4 とはいうものの、 F4 投資ねというもののですよ、20mm 始まるで、70mm までいっちゃうということですから、まあ、これ1本つけとけば、僕なんかどちらかというと広角が好きな方なので、これ1本つけとくとほとんど取れちゃうなみたいなね、24-105mm の F4G もあるんですけど、まあ、これは本当にスタンダードな、アルファ使いの、基本の標準ズームっちゃ標準ズームなんでしょうけれども、これもいいんですけど、20mm 始まりいいななんてね、とっても思ったりするんですけど、とっても、ね、値段が、ね、高かったりするので、今自分でこれを購入する資金力がないので、ちょっとねシグマ今持っているシグマの 2870F2.8 投資、これが僕の標準ズームっちゃ標準ズームで、ロングの方はね、望遠の方はタムロンの28-200これ持ってますから、24-105はね別に買わなくてもいいなと思っているんですが、2070の F4G これねカバーする焦点機ではないので、もちろんシグマの16-28の F2.8 持ってるんですが、20mm までね、70mm から 20mm まで、レンズ交換なしでいっちゃうっていうのはとっても魅力ですね。ちょっとグラグラきてます。はい、資金力がないと買う予定はないんですけど、でね、X マウントで言うとですよ、この前も動画で一回お話ししてますけど、フォクトレンダーですね、ウルトロン 27mmF2 ですね、マニュアルレンズ、パンケーキレンズですけど、これはね出ちゃったらもしかしたら買っちゃおうかなとかも思ったりなんかしていますけれども、そんなことでね、レンズ沼というか、物というか、やっぱりねとどまるところを知らないなというのが、今日この頃なんですけど、本当ねもうこれやめようなんてね思っていながらですよ、で今年もね、機材は基本的には買わないでおこうなんてね、年の初めに思ってた割にはですよ、もうすでにね3月をもうちょうど過ぎた段階で、日本も欲しいなと思ってるレンズが出ると、多分ね、皆さんもこんな感じで、こんなこと言うと失礼かも分かりませんけど、やっぱり似たり寄ったりかなと思っちゃったりなんかするんですが、結局ですね、話ちょっと進めますと、結局レンズの選択っていろいろあるんで、結局ね
僕も、ね、過去ねいろんな沼、まあ、いろんなというかその沼にはまりながらいろんなレンズをね買ったり売ったり買ったり売ったりしてきて、まあ、今に至ってるわけなんですけど、まあ、おそらくねキャリアのある方々も同じようなねお道のりを歩いてこられたでしょうし、ちょうどね、ここ最近写真を始められたカメラを初めて買いましたレンズ交換式ミラーレスですなんてねいう方もこれからそういう沼におそらくはまっていかれるんだろうと思うんですけど、ね結論から申し上げるとですよ、一旦まあ沼にはまり込むのはまあこれちょっとね、もう人間の欲望の中ではもうしょうがないのかと思ったりなんかもしているんですが、結論を言うと、まあ、最終的にはおそらくね、なんて言うんだろう、自分の使いたいレンズっていうか自分がしっくりくるレンズっていうのが決まってくると思うんですね。僕の場合だったら例えば、まあ、ちょっとこう今α7-4 で撮っているので α7-4 はちょっとお見せできませんけど X マウントで言うと、まあ、このね、いつもご紹介している XE4 で言うとこのシグマの 18-50mmF2.8 投資、ね、めっちゃかちっちゃくて軽くてね写りも全然いいですし最低の撮影距離が本当ねこんな感じで、ねここまでやっちゃうね、これでも、ね、撮れちゃうっていうこのレンズが僕ほとんど、ね、今 XE4 につけっぱになっていますし XT4 でいうとやっぱりこの、ね、定番中の定番と僕の中では思っている 16-80mm ですね F4 投資 16-80 ですね16-80、これが僕の中では定番になっていますし他のレンズって結局まあ僕は望遠鏡ってあんまり使わないので、望遠鏡ほとんど持っておらずさっき言ったように、まあ、高倍率でね高倍率ズームでカバーしているんですけどあとはね本当自分の好きな単焦点、まあ、焦点距離のね、自分の好きな焦点距離の単焦点を何本か持っているとこういうことで、まあ、それでもねレンズ本数多いんですけど結局いろいろこう撮っていく中で自分の撮りたいモチーフがあってそれを撮るにはどうしたらいいかということで焦点距離がだんだん定まってきて、まあ、広角系が良かったり標準系が良かったり、まあ、望遠が良かったりということで自分の中でだんだんまあ、レンズもねいろんなね広角から望遠がいろいろありますから、まあ、そんな中で焦点域がこれぐらいかなこれぐらいかなこれぐらいかなっておのずと決まってくると思うんですね、まあ、そんな中でこうレンズが定まってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕の場合はやっぱり、まあ、アルファでいうとねやっぱりシグマの28-70mmF2.8 が一番多いのかなやっぱりつけてるのがということで結局ね結局何でも撮れちゃう標準ズームがお定まりになっているんですけど、まあ、そんなことでもう一つその言いたいというかね申し上げたいのは新しいレンズが出るときにこのレンズはすげえなこのそのレンズ性能がこうだあだってもうねいっぱい出るじゃないですか情報が紙レンズだとかねいろんなことを言われますけどネットだったりねそんなところで。でね例えばそのチャート図なんかでねこうだあだ周辺のこう原稿がどうだとかね、パープルフリンジがこうだとかね樽形周作がどうだとかいろいろありますけど、それ見てね、これはすっげえピシャーっとこう映るレンズないいななんて、いうのはありますありますあるんですけどね結局ねそういうのめちゃめちゃ高かったりしますしめちゃめちゃでかかったりしますし当然めちゃめちゃ重いとまあ大体そういうレンズがほとんどですけどもでね僕が言いたいのはまあ僕の個人的な、まあ、妥協なのかまあそうなのかも分かりませんけど現代のレンズってまあそんなね10万もしないよ何万円かのね標準ズームもこれなんかそうですよだけどねシグマのこのF2.8 投資なんかもこれいくらだったら6万 5、6万ですよ、こんなのでもね全普通にというかちゃんとキャッチッと映りますし、もしね、そういうレンズ性能で、持って、レンズは買いたいんだっていう人はもう本当ね、ソニーだったら G マスターだしキヤノンだったら L レンズだしまあX マウントのね富士フィルムだったらレッドバッジだしもうそういうね、ところで収まるしかないのかなとで僕はですよいつも言ってますけどそういう高性能なレンズは
あのどうだろう、まあ、プロの人はねやっぱりね、あの本当あの永遠のポスターとかそういうのにねしたりなんかするのが職業でね、あのそういうプロのその商業写真を撮られてる方とかっていうのはちょっとやっぱりね、あのタルワサ中佐があるようなポスターの写真ってやっぱりかっこ悪いですから、やっぱそういうのに見合った、まあ、高価なレンズ、まあ、これ商売なんで多分ね、原価償却だかなんかでね、あの要は決算上落としてると思うんですけど、買っても、まあ、まあアマチュアはそういうわけにいきませんから、経費で落とすとかそういうこともできませんので、まあ、僕はねそこまでね、あすげえレンズなんだなっていうのはあったとしても自分の中で、わざわざ何十万も出して、買う必要はそうないのかなと思ったりなんかしてます。まあ、もちろんそのアマチュアでも、ね、例えば社長さんやられてるとか、お金いっぱい持って、ね、お小遣いもいっぱい奥さんからもらえるとか、まあ、自分で勝手に使えるって、ね、こういう、ね、恵まれた環境の方はあの本当ね、いいカメラ、ね、何十万も、もう100万ぐらいするような、ね、カメラとか何十万もするようなレンズで撮っても全然いいと思うんですけど、まあ普通はね、趣味の世界で撮っている分には、まあ、レンズ性能でうんなんていうよりも本当さっき言ったように現代のレンズはもうね、そんなね、何万円だから、ね、なんか像が歪むとかそんなこともありませんし、ボケ味がどうのこうのというかもしれませんけど、まあ、そんなことでね、まあ、じゃあ例えば10万円のレンズでいいものを20万30万のレンズをわざわざ買わなきゃいけないかって、僕はそんなことはないと思いますから、まあ、そういうことで、まあ、そうそうね GM だったりレッドバッジだったり L レンズだったりっていうのを特段ね、買う必要はないのかなというのが一つ。まあ、もう一つね、やっぱり、レンズ沼でその、まあ、いいレンズだな、あこれ欲しいな、くんげいいななんてね、思わないようにするためにはですよ、これもいつも言ってますけど、レンズで、写真が決まるわけではありませんので、パッと見たときにインスタでも何でもいいですよ、この写真すげえな、どんなレンズで撮ったんだろうなんていう人あんまりね、あんまりではほとんどいないと思うんですよね、あの絵として、一つの絵として認識をして、これは すごい素敵な写真だな、作品だなっていう認識をするわけで、その時にねパープルフリンジがどうだとかね、タルクアタシオサがどうだとかね、周辺原稿がどうだとかいう人まあまあいませんよ、だから、まあ、写真はそのレンズで撮るわけじゃなくて、やっぱりね、撮影者の内面の表現として撮るわけですから、まあね、そういうことからしても、まあ、本当にねこう世の中誘惑がいっぱいあるわけですけど、いいレンズのね、本当でそれをこうなんかね、これで撮ったらこういい写真が撮れるんじゃないかとかね、これで撮ったらどうだろうなんてね、いろいろ考えるうちにやっぱ手を出しちゃったりなんかして、あ今持ってるこのレンズはもう売っちゃってもあっちの方がいいやとかね、そんなことで、ズブズブの馬に入るわけなんですけど、まあ、僕はそうだったんですが、本当に、レンズ買ったからね、買い替えたからって自分の写真が変わるわけでもなく、まあボケがね、あの例えば本当ね、入門編のレンズのね、F 値でいうと 3.5、5.6 ぐらいの標準ズームで、まあね、それをね単焦点で F1.8 とかね F1.4 の単焦点買ってですよ、 50mm とかね、ボケの量は全然違いますからね、わすげえなーなんて、まあ、そこはねしびれちゃったりなんかするわけなんですが、まあレンズ選びって本当に何だろう、まあ、スペックとか、まあ、ボケ方とかうんぬんじゃなくって、自分が一番使っている焦点域、まあ、もしくは使いやすい焦点域、何ミリとかね、だいたい50ミリだなとか、だいたい35ミリだなとか、もしかするとだいたい100ミリだなっていう人もおられるかも分かりません。それをだいたい自分で、まあ、やっぱりね、今これから始められるとかね、今始められたばっかりの方っていうのは、まあ、キットレンズかなんかで自分で、やっぱり広角のねワイドの方を使いやすいな、使ってるなっていう人はそういうレンズをね、単焦点なんかでも買い足せばいいでしょうし、どっちかって言ったら僕は望遠の方が好きなんだなんて言えば、そういうレンズを買い求めればいいですし、まあ、それでね、本当できればですよ、お財布にも優しいサードパーティーでも全然ね、シグマだからダメだとかタムランだからダメだっていう、もう時代じゃありませんから、純正でなくてもですよ、純正でなくても僕なんかの本当ね、
アルファなんかはほとんど純正ないかな。タムロンシグマで結構ね、固めでやったりなんかしてますけど、そんなことで、もう本当機材は自分の、まあ、使いやすいね、焦点距離で、揃えて、であとはねやっぱり自分で、足運んでいろんなものを取ってくると、興味がある、あるものとかね、身についたものを取ってくると、まあ、こっちの方がね、撮影して楽しいし、撮ってきた写真の中でもあこれいいなってね、いうものが必ず出てくるんじゃないかなと思ったりもしています。ということで、まあレンズ選びもね、もう本当難しいっていうか、もう際限なくお金が使えるんであれば、もう出てくるレンズ、出てくるレンズね、新製品のレンズバン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 ね、買ったりね、GM レンズだったりね、赤バッチだったり、L レンズだったり、バン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 、買っちゃえばいいわけなんですが、まあ現実そうはいかないので、そこはまあレンズの間に僕ははまらないでって言いたいところ、まあそうは言っても現実はまっちゃうので、そこは多分ね致し方ないかな、一回はね心見つけなのかなと思ったりもしていますが、やっぱり、まあ、自分で、最終的にはさっき言ったように XT4 だったらこの標準ズームもねほとんどつけっぱになっているとかね、 XE4 だったらさっきのシグマがつけっぱになっているとか、まあ、こんな状況が多分ね訪れるわけで、それ以外のレンズってあんまり使わないよねみたいなね、ことにおのずとね落ち着いてきますから、そうなった時に、まあ本当にいらないレンズはもう売却しちゃったり、まあ買わなかったりね、そもそも買わずに置こうとか、いうふうにして、まあ、一つの結論としては、新しいレンズを買ったからといって絶対にいいレンズ、いい写真に、なるとか、自分の写真が変わるっていうのはねありませんから、ありません。これはねもう間違いなく言えると思うんで、自分がアプローチを変えるたびに、例えばヒロさんだったら広角が好きなのにちょっと中望遠にね、まあやっぱり中望遠のレンズがあったらこういうふうに自分のイメージがね、もっと撮れるのかなとか、もうこういうことで買うならまあ別だと思うんですけど、レンズありきで、レンズ買ったからこれでいい写真が撮れる、これまずありませんので、僕の経験上はい。ね、ちょっとレンズをどうしようかななんてね、あれいいなこれでいいなってね、春になってこう撮影のこうね、日和になったりなんかして、新しいレンズがふつふつと欲しくなったりなんかしている方にはぜひちょっと、まあ忠告っていうことはないんですけども、まあちょっとね、頭のどこか片隅でも入れておいていただくといいのかなと思って、今日はこんなお話をさせていただきました。皆さんいろんなご意見とか あると思います。ぜひコメント欄にどんどん書いていただくとめちゃめちゃ嬉しいです。まあ、レンズ沼ね、まあ経験者でないとわからないかもわからないんですが、まあいろんなコメントをぜひお待ちしております。それでは今日はこの辺で。